Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、皆さんおはようございます。田中慎太郎です。本日は前回に引き続き、日本のライブハウス、コンサートなどの状況を中尾雄二さんに伺っています。それではどうぞ。とは言っても、例えば今ちょっと、ね、ニュース見てますけど、はい、1日に681人、うん、はい、これ今日、はいはい、録音してるのは10月10日なんですけど、日本のニュース見てると、はい、681人で、はい、あの、まあ今ちょっとニューヨーク、まあ、州市ともにちょっと増えてるんですけど、はい、それで いくつだったかな、今日。まあ、そんなに市と変わんないですよね。ああ。まあもちろんね、その検査の体制とかによっての違いっていうのももちろんあるにはあると思うんですけど、今って、はい、でもそんな簡単にテストってまだ受けられないんですか？まだ簡単には受けられないですね。うん。じゃあなんかやっぱり、症状が出て、はい、その例えばあの、はい、埼玉のなんかミュージカルかなんか、はいはいはい、劇団、はい、稽古場で50人だかなんだ、クラスター出てましたね。っていうのも、はい、誰かじゃあ調子悪くなって検査をしに行って、で、はい、そこからじゃああなたコロナですってなったら、はい、そのトレースして、その、はい、関わった人たちも検査して人数が出るんですか？はい、そうです、そうです。だそこはちょっとまた基準が違うよね。こっちだとその、はい、まあ、もちろん症状があるっぽい人も検査を受けますけど、はいはい、あの、まあ、1日にあの、うん、何万人という人が検査を受けて、はいはい、その中であの陽性になっている人が、まあ、無症状の人ももちろん含めて、はい、あの何パーセントっていうのが出てるんですけど、はいはい、やっぱそれだけの数のテストしてる、当然ながらそれだけあのあの感染者というか陽性者、はい、出ますよね。だからちょっと違うよね、はい、なんかその同じ数にしても、はい、感覚が違うというか。そうですね、うん、あの、まあ、要はまあ体制が整ってない、そこまでまだあの整ってないっていうのもあるんでしょうし、うん、あの、まあ、もちろんドライブスルーの PCR 検査みたいなやつもやってるところありますけども、うん、自治体によってはですね、やってるところありますけども、まあ、そこまでまだ、なんていうんですかね、一般的ではないかなっていうような、これからそうなってくるのかなって感じですね。なんか何万もするっていうのを聞いたことあるんですけど、そうですね、今だったら多分下手すりゃ保険適用になってるのかなってないのか分かんないですけども、どうなんですかね。なんかちょっとね、うん、実態がまだ分かんないところもありますけどね。日本とか、まあ、アジアの方が重症化しにくいというかね、うん、はい、なんか型が違うとかいう話が出たりとかねしてますけど、うん、実態が本当どうなのか分かんないですよね。分かんないですからね、うん、実態がどうなのかが本当分かんないんで、うん、なるほどね。でも、うん、その住民の意識としては、はい、なんかまだやっぱり心配というか、そのなんか一方でね、結構こうエクストリームになんかコロナも怖くないじゃんっていう、はいはい、言説も結構、まあ、テレビとかであるのかわかんないですけど、はい、なんか言ってる人もいるじゃないですか。いますね、うん、なんかインフルエンザよりも致死率が低いとか、はい、うん、なんかそういう言説も聞きますけど、はい、皆さん警戒っていうのはまだ全然解いてない感じですか？もう全員マスクですね、基本。逆にマスクしてないと公共交通機関に乗れないですね。それ禁止されてるから？いや、禁止はされてないんですけど、うん、なんですかね、あの日本人特有のなんですか、群れ感っていうんですかね、うん、あの同じようにみんな同じようにしてないといけないっていうのがあるので、うん、なんか少しでもマスクしてて咳しても人が離れていくような、ちょっとあのむせたぐらいで咳出たりしても嫌な顔されるっていうのはまだありますよね。うん、
その辺はあるんですね。結構なんか見てても割と、はい、もう緩んでるのかなっていう印象もちょっと受けたんですけど、なんか割と人同士もなんかね、Facebook とかなんか見てても、マスクしてないで一緒に写ってるっていうのは結構多いし、はいはいはい、テレビとかも、まあ、あんまり見ないですけどね、はい、なんか結構バラエティとか、はい、お互いにね、クラシックの式とか作ってるぐらいで、はいはい、なんか結構ね、会場とかスタジオに入ってますけど、はいはい、意外と見てても、まあ、もちろんね、有名人だからってのもあるんでしょうけど、芸能人とか、うん、はい、それこそ広瀬すずが感染してるとかあったけど、はいはいはい、意外と多いですよね、そう芸能界。多いですね。まあ目立っちゃうからしょうがないんでしょうけど。そうですね。演技だから結構、まあ、ちょっとテレビ業界とかの話になってしまうんですけども、うん、やっぱりリハの段階ではマスクじゃなくて、なんていうんですかね、フェイスシールドっていうよりも、うん、口元だけ覆うやつあるじゃないですか、はいはい、フェイスがシールドみたいなやつが、はい、それなんか劇場のお話を聞いた時になんかやってるっていうの、はい、言ってましたか、うん、やっぱりあれをつけて、ロケとかを再開しているっていうのは結構見ますね。最近のロケ番組とか見ると芸能人の人たちはあれをつけて、うん、っていうやった、要は飛沫が飛ばないようにするっていうような感じでやってますよね、うん、であとはやっぱりそのお笑いとかですと、まあなんていうんですかね、離れた場所にいるんですって、離れた場所というかソーシャルディスタンス空けてるんですけども、 CG 上で合成して、うん、同じ真ん中にくっつけてるとかもありますし、そんなことまでしてんだ、はい、グリーンバックにした上で、はいはい、いやセンターマイクは立っているんだけども、まあ2メートルぐらい空けてそれを合成させてやってるとか、あとはやっぱ間にパネル挟んでられるとか、薄いパネルを、ね、はい、やっぱりだからスタジオの様子とか見てると、やっぱ間にアクリルパネルはありますよね。うん、それなんかちょこちょこ見かけますよね。はい、うん、いろいろ工夫してるんですね。してますね。音楽界はもうちょいだよね。もうちょいですね。やっぱりなんかね、規制が強いよね。そう、さっきの声出しちゃいけないもそうだけど、なんかそうです。一緒にね、うん、楽しむ醍醐味じゃないですか、やっぱり。そうですね。あとやっぱりすごくアーティストにとって致命的だなと思うのは、うん、ああいうツアーはまあ組めないのはもちろんそうなんですけども、うん、グッズ売っちゃダメなんですよ今。あ、そうなんですか。はい、ツアーグッズとかも販売が、いや、やっぱ列なしちゃうと密になっちゃうってことで、あ、日比谷の野音とか、まあ、モーションブルーとか、あー、もうそうだったんですけども、うん、この前行ったビルボード東京は売ってましたけど、基本的にその CD 販売とかやるんですね。その場で CD 販売、うん、T シャツ販売とかやるんですけど、うん、それはなしよとかっていうのが結構多かったんで、うん、通販で、あらかじめインターネット上で買ってそれをツアーティーを着て見に行くとか、うん、そういったものが最、まあ、でもそれはできるよね。そうですね、うん、まあ、そこで販売する理由はなくてもいいかな、うん、まあ、もちろん、ね、ただやっぱり、うん、その勢いで買っちゃうとかね、はい、そうなんです、そうなんです。僕ですらね、キャリーパンパンパン見に行ったら、ね、はい、絶対着ねえだろうなっていう T シャツ買っちゃいますからね。いや、そうなんです。どうしてもですね、なんかその場で見るとかっこ、T シャツどこ行ったのかな。なんかその時はそのバンドを見たばかりなんで、やっぱかっこいいなと思って買っちゃったりとか、その時に着てみたいから。買っちゃうんですけど、その後使わないっていうのは結構いっぱい僕ツアーティーありますね。ボロい商売だけどね。まあそうですね、まあ、でもまあそれはオンラインでいいから、うん、まあそれは致し方ないね。そうですね、結構グッズ販売とかも関わってくるところだと思うので、うん、まあいわゆるそのバンドとか、うん、もうもちろんそういった収益もありますけど、多分アイドルの子たちの方がそういうのは厳しいんじゃないですかね。はい、
そうだよね。だってなんか今までだって握手とかさ、そういうのあったけど、チェキとか絶対ないもんね、はい、そうですね、チェキ1枚1000円とかで多分やってたと思うんで、でそれでうち売り上げの何パーとかもらってたはずなんですよね。ああ、なるほどね。あ、はい、特にあれですよね、歩合制、その、はい、有名じゃなくてもなんかちょっとこう、はい、なんていうの、地元アイドル的な、まあ、いわゆる地下アイドルとか言われてる、はい、そうそう、子たちなんかはまさにああいうチェキとかで稼いだりとか、そうだよね、 CD にサインしてもらうとか、そういうので稼いでると思うので、ちょっとそっちの業界はあんまり詳しくないのであれなんですけども、今どうしてるのかっていうのは、うん、でもなんかこれからのこう、例えばじゃあそれは10月いっぱいで、はい、11月からこういうのが OK になるよっていうような、はい、その先々の予定というか見通しというのは出てたりしないですか、ね、一応ですね、今、80% ぐらいまでは戻そうという動きはあるんですけども、うん、まあ、完全 100% には戻せないかなっていうところが、まだどこもやってないっていうところですね、うん、ですし、あと 80% 戻ったら100一緒な気がするけどね。いや、そうなんですよね。で、実はですね、5月に予定してて、11月の、もう終わりの方、26とか7とかに振り替公演になってたあのチケット持ってたんですけども、うん、それも要はキャパ100の状態で売ってたので、うん、1回全部払い戻しになって再販売するので、うんうん、また当選しないといけないっていうような状況になったりとか、うーん、なっているので、まあ、それを見た時には 80% ぐらいで売りますって書いてありました ね、 あ、ね、はい、まあ、そういう、そうだね、それはちょっと少しでも多い方がいいっていうのは確かにあるかも、ね、そうですね、やっぱり会場費であったりとか、スタッフも多分それあの想定以上に入れないといけないでしょうし、うん、あとやっぱりそのアーティストの楽屋分けとかもかなり気を使わなくちゃいけないみたいで、あのあんまり今までだったら一つの部屋とかに入れちゃってたのが、それを時間を分けてやったりとか、一人部屋にしたりとかっていうのをしなくちゃいけないみたいなんで、想定以上に借りなくちゃいけない場所が多くなってるみたいですね。なるほどね、なかなか工夫してるんですよ、うん、だまたあれですね、ちょっと業界がまた、すいません、また戻っちゃってあれなんですけど、この前のお笑い番組なんか見てても、例えばロケ、いっぱいの芸人が集まるロケとかでも、ロケバスに、うん、あのロケバスっていわゆるマイクロバスに、うん、あの2組しか芸人乗っけないとか、うん、で、ソーシャルディスタンスを取っているので、ロケバスの台数がすごいことになってるみたいですね、うん、なことを話してましたね。なるほどね。まあでもまだ結構ちょっと警戒続いてますね、やっぱりね。そうですね、うん、なんとなく外からの雰囲気だと割とまあどこもそうみたいですけど、うん、まあ、はい、なんていうのかな、それぞれのね場所が大変なんで、割とその地元の周辺の情報を集めてると、はい、他のところがどうかっていうのはいまいちちょっと分かんなかったりとかっていうのが結構多分傾向としてあると思うんですけど、はい、そうするとなかなかね、特に日本の状況って、まあもちろん日本にいる人とこうやって話せばなんとなく見えてくるんですけど、はいはい、だからなかなかニュースとしては入ってこないので。あ、まあそうですね。で、まあ、ちょっと聞く人によって気にしてる人気にしてない人でもちょっとばらつきがあるような感じがするんで、なんか、うんうん、結構いい情報になりました。 ありがとうございます。うん、ちょっとね、また変化があったらちょっと伺いたいと思うので、またそのうち、はい、よろしくお願いします。はい、早いとこニューヨークに行って、そうですね、はい、リアルライブをはしごしたいんですけどね。そうですよね。はい、明さん、こちらにニューヨークに毎年、はい、1週間ぐらいですか、はい、1週間から10日ぐらい、そうですね、1週間から10日ぐらい、はい、滞在して、結構ね、ライブとか、そうですね、1日3本とか行ってましたね。うん、はい、行き過ぎっすね。いや、
だからあのコロナの前とかだったら日本でも年間60本とかライブ見てたんですけど、今もう全然行けないでフラストレーションたまりまくりですよね。でもオンラインまたちょっと違いますもんね。いや、 やっぱりライブ感がなかなか伝わらないんですよね。うん、それはそうだ。ライブじゃないかな、はい、ライブじゃないですし、あとアーティストによって使うアプリが違ったりとかするので、そのためだけにアプリを入れなくちゃいけないとか。めんどくさいですよね。めんどくさいですね、うん、でそれがテレビに映せるやつと映せないやつがあったりとか。ああ、なるほど。はい、だからテレビで見られればまだあのスピーカーでいい音で聞けるんですけど、うん、まあ、このスマホで見ないといけないとか。なるほどね。だと同じお金払うのもなって思っちゃったりとかするんですけども、うん、でまあ、逆を取れば、まあ、全国どこからでも今までチケット取れなかったアーティストをどこからでも見られるなっていう風に捉えることもできるかな、うん、もちろんそうですね、うん、なのでしばらくセルフなんでしたっけ、不安、え、セルフあるよね、はい、はい、あれもね、ぜひオンライン発売をしていただければ、はい、ね、CD 等も出れば買いたいなと思います。でもまあ、じゃあちょうどこの前ね、あの外ライブというか、はい、はいはい、やってましたね、うん、素晴らしかったですね、あれもね。なかなかね、やっぱ感動ですよね。ですよね。今まで本当にね、別々の場所からライブ配信して、うん、そうですね、本当にレイテンシーがなんだかんだとか言って、そうですね、あの頃からですからね。ね、はい、で、まあ、8月の終わりに一応スタジオに入れて、はい、練習できて、で、はい、そのこの前 の, あ の,、うん、あのオープンマイクの前もちょっと1時間リハーサルしてってやったんですけど、はい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 、やっぱ違いますよね。全然違います、ね。そう、そうですよね。やっぱりなんていうんですかね。私あの第2回からリアルタイムで見るようになって、第1回はもちろん、うん、アーカイブで見たんですけども、うん、だんだん良くなっていって、うん、でレイテンシーの問題も解消してって、でもやっぱり物足りなさというか、まあやっぱりどうしても離れたところでやってるっていうのはあるんですけども、うん、しかもあれじゃないですか、それぞれの素材を集めて動画編集をしてるわけじゃなくてリアルタイムでやってるっていうところが、皆さん結構ね、大体やってる方は、まあ、2人でやってるようにして1人はすでに撮ってるものとか、はい、そうなんですよね、だったりするんですよね。はい、それが主流の中で、あれをああいった形を進めてくったのはすごいなと思いましたし、うん、でやっぱりそのライブというかスタジオライブ映像を見た時にもちょっとやっぱり私はなんか、あ、リアルで会えたんだなっていうすごい感動を覚えて、うん、でさらにリアルライブをやったっていうのを見たのはすごく感動しましたね、うん、そういう経過をね、知ってくださってる方はもちろんそうだし、はい、うん、あと実際にそうやって集まってやってみると、まあ、あながちこうなんか、はい、まあ、無作為に僕が声かけて3人にやってもらってるけど、うん、意外に3人のこう感性がすごい似てて、はいはいはい、でオリジナル曲をそれぞれ、まあ、もともと作ってた曲っていうのを持ち寄って、はいはい、実際にお互いに聞いてみると意外と、あ、なんか共通してるところがあるんだなっていうのを、まあ、聞いてる方もちょっと感じるし、自分たちも感じて、はい、なんか、まあ、それこそね、ピアノのコウさんとか、はい、なんか、はい、青い色ですねっていう、あ、つぶつぶなんですよっていう、うんうんうん、なんか話をしながら、なんか言われてることが分かるような、分からないような、うん、でもじゃあちょっとこうね、トリオのイメージから青にしようと思って、はいはいはい、この前もじゃあちょっと人前に出るからですね、ちょっと青い服を着てきてって言ってそんな僕も言った手前、青い服そんなねえなってかつちょっとなんか寒くなってきてるんで、はいはいはい、青いのを取るか寒さを取るかみたいな、
で結局結構寒くて、はい、しばらく屋内にとどまるっていうなるほど、そんなこともありましたよね。でもなんか本当に、うん、まあ、こういうだからこそ生まれたバンドだし、こういうトリオだし、はい、こういうことを経ているから、なんか今までだったらもうちょっとなんか違う形で、はい、つながりっていうのを作れたのかもしれない。逆にそれが作れなかったがゆえに違う方法で作ったのが逆に良かったのかなっていうのもある、うん、まあ気概の巧妙じゃないですけどね。そうですね、まあ本当にこういうのがなければ合わなかったかもしれないですね、この3人って、うん、だからあります、ね、そういった機会があって、で音楽のやっぱりそのミュージシャンを止めたくないっていうのが僕の中ではすごくあるので、うん、で彼らの音楽を聴いて、この人たちだったら まだ荒いけど、うん、あのすごく可能性がある人たちだなと思ったので、応援をしたいなって非常に思ったのと、うん、やっぱり慎太郎さんが見る審美眼というかっていうところはすごかったんだなっていうのは非常に思いましたね。そうですかね、はい、褒められてるね。まあでもね、偶然ではありますけどね、うん、でも本当にいいミュージシャンが集まってると思います、うん、ありがたいです、はい、ちょっとまたそのうちまた日本の状況もちょっと、はい、そうですね、また多分変わってくると思うので、そうですね、はい、はい、皆さんいかがでしたでしょうか、2回にわたって日本の、ライブハウスや、コンサートなどの状況についてお話を伺いました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。田中メディアラボ。